ったく、バルー。今回は樹海に来たんだ。あ、ちなみに樹海チャンネルもいるぜ。よろしく。今回はここら辺で何撮るんだっけ。サワガニさん。あ、サワガニだ。さっきからヒルにめちゃくちゃ食われるんだよね。やばいよ、もうここ。ここの方がいそうじゃない？いるよ。いませんね。おお、これは。うわ、サワガニ子だ。ちっちゃ。これは食用サイズかな。若い世代。まだ積んじゃいけない目だ。元気で生きてけよ。なにこれ。これはね。いい食材だよ。いただきます。身が、いや、決まってるよこれね、うん、毒ある。これはね、ちょっとね、毒がありますね、多分。おお、危険ですか。ちょっと危険。ユッキーチャンネル試してみて。これ調べたんだけどね、はい、猛毒だった。おお、マジ。食べるとね、嘔吐したり、麻痺したり、最悪の場合、心臓麻痺って死ぬらしい。やばい。やばい。口の中ね、激痛。やばいよ。もう口閉じれない。めちゃくちゃ痛い。豆しぐさっていうらしい。もう名前からしてやばくない？なんか食べたらね、とりあえず病院行った方がいいらしい。行かないと。くそー！これはやばいわ。うくそ。血みたいな色してる。匂いが毒々しいじゃん。うん、うん、シャワー1本とイクラ1つとソフトクリームは今食べます。あ、じゃあソフトクリームいらないし。いらないよ。てことで、病院はやめて、次行きます。やばいです、アナさん。病は気からって言うからね、気分上げれば治る。てことで、釣り堀業、750円、高くない？高い。やばくないこれ。やばいよ、映せないレベルで。ここ刺されて、うん、ここも刺されて、ここも刺されて、釣り足血だらけになる。ひるめが、だけんなよ。てか、普通にさ、ニジマスっていくらで釣れるんだね。すごいね。あ、ありがとうございます。すいません。もう絆創膏までもらっちゃったよ。この人めっちゃ噛みたいよね。噛みたいよ。だ、足も洗わせてくれるわ、水道を使わせてくれるわ、息吸わせてくれるわ。息はどこでも吸わせてくれるよ。ということで、高級イクラをつけると見せかけてクッキン。あのね、口が麻痺っててね、味がしない。ということで、こいつにイクラをつけて、ランブラー。釣りの基本は巻き。おお、いっぱいいる。いっぱいいるところに。あ、釣れちゃったよ、もう。早いよ。早いよ。ゲットだぜ。こいつをしっかり。ね、飲み込みすぎ。ダメだね。部活にこんな飲み込んじゃ。取れないじゃん、こいつ。飲み込んじゃったよ。ってことで。今回は店の人が全部やってくれるから全部任せます。はい、ってことでね、はい、まさかの焼いてくれませんでした。はい、そしてさばきもセルフサービスという、いつも通りの展開だったな。そしてスコープでそこら辺に生えてるものをね、まあ容易に食ってはいけないね。地獄を味わった。でもあんなになるんだね。缶の成功。いやー、いいねー。オーシャンビューで食らってください。しかもさばき方教えてくれなかったしね。うん。それは1匹しか食ってないからね。教えてくれないか。みんな15匹とか取ってたもんね。ちょっとずつ。うわー、なんだよ、とことん今日食いけないな。毒に襲われるし、魚を落とすし、渋滞にはまるし。味はベリーうまい。おお、やばいわ。幸せの意味をね、取り戻した。でもね、うん、毒のせいで唇が痛い。まだ痛い。
うまもう動画終わり。次はどんな毒を食おうかな。じゃあな。だろ。